花のユーライトアップマイライフ11月も木曜日が来ました FM 那覇のスタジオから短期賃貸 .com の提供でお送りいたします 今日から11月2018年のラスト2ヶ月、皆様改めましておはようございます。今朝のオープニングはこんな気分でした。Don't Let Me Fall、B.O.B. をお送りいたしました。2010年にリリースされたデビューアルバム大ヒットしましたね。アトランタ出身のラッパ、B.O.B. ボビーレイ、当時まだ無名だったブルーノマーズが参加したシングル Nothing On You を発表すると全米1位となり。 にに大ブレイクするきっかけになりましたこの「Don't Let MeFall」「俺を落とさないでくれ」「上がるものは必ず下がる」自分のことを歌っている歌詞ストレートに伝わってくる「Don't Let MeFall」をお送りしました今月はなんとですね皆様11月は木曜日が5回もあるボーナス付きでございます。今月最初に紹介する本は カラスの親指著者は道代修介さんです英語でサブタイトルがついていて「バイ・ルール・オブ・クローズ・ファ m b と書いてありますこの本は本屋さんでなんとなくなんとなく面白そうと思って購入して花の中でもこれは大ヒットしました夢中で読んでいつもの悪い癖を抑えられず ともに喜びを分かち合いたいがために周りの本好きの方々に勧めまくり貸し出しまくりの鬱陶しさ全開の花になっておりましたでもでもですよ鬱陶しさもチャラになる面白さだったと感謝の言葉さえいただけたそんな一冊なのです。もちろん 花の周りの方々は面と向かって「お前うっとうしいよな」なんととは決して口にしませんがみんな優しくて言い,い方ばかりです主人公はプロの詐欺師竹澤武夫通称竹とその相棒の鉄人間の心理を仕草を感情の動きをつぶさに観察分析して営むお仕事はいプロの詐欺師でございますページから 文字から行間から映像が浮かび上がり、ハラハラさせられる、束の間、ほっとできたりと物語は進んでいきます。点と点が思わぬところでつながり、絡まり、息を詰めていたことに気づいて大きく息を吐いたり、命がけで守っているもの人それぞれが図らずも背負わされてしまった闇が交錯していく。マグカップの謎 劇団のポスターあー行ってしまった読んでほしいただそれだけでございます著者の道代修介さん最近テレビのクイズ番組でお見かけしますね今夜は謎トレ今日のセカンドナンバーは曲自体も超ご機嫌 ザレイジーソングブルノマーズをお送りしました。ブルノマーズ本当に大好きです。プロモーションビデオもめっちゃ面白い。大好き。ブルノマーズはソングライターとしても、ボーカリストとしても。ギターやピアノの演奏も。そして、そしてダンスが超かっこいいのですが。この曲のプロモーションビデオのダンス。可愛らしい。です。被り物の男たちと一緒にファンキーな動きが楽しい。 溢れる才能エンンターテイメントこのアルバム最初に聴いた時の衝撃ハワイが生んだスーパースター顔も声も音楽もダンスも何もかも好きでたまらないブルーノ・マーズでしたそれでは今日の映画のご紹介です久々本と映画の連動でございます先ほど本のコーナーで紹介した道尾修介さんの「カラスの親指」 2012年公開のの映画カラスの親指をご紹介しますこの映画は本の原作の面白さ世界観を忠実に丁寧に映像化してくれた傑作ですもちろん花の個人的見解ですが邦画のクオリティ高い本当に素晴らしい主人公の詐欺師武雄阿部寛相棒哲夫村上昭治 彌弘は石原さとみ、河合真宏は能年玲奈、今はのん、なんと小坂大魔王や、名田木武志、祐介サンタマリア・ベンガル、眉毛薄くして怖さ出る出る鶴見慎吾、戸次重幸とキャスティングの妙も光るすばらしい映画です。あのはははピコ太郎いしていなかったはずで、 全く知らなかった。今回ご紹介するために公式サイトを見てて小坂大魔王の名前と写真を見てびっくりした花でした原作を先に読んでいた花ですがストーリー知ってても超スリリングな展開を素直に楽しめます原作の文字で認識していた世界観が今度はリアルな映像となって自分の中で実を結び音が 色彩が動きがよりリアルな刺激となって感情を揺さぶります本と映画を両方味わってダブル効果こんな贅沢ってあるのかな楽しさですアルバトロス作戦どん底人生の五人の生活いつまでも我慢するしかないのか散りばめられた伏線見逃さずに見てほしいです カラスってそういういこととなんだねと分かりますよカラスに親指があってさなんてお話ではございません今日のラストナンバーは「ロックシティ」で「ロック・ダ・ウェイ」フューチャリングアダム・レビーンをお送りしましたバージン諸島出身の兄弟ディオロックシティ。 あのマルーン5のアダム・レヴィンとのコラボロック・タ・ウェイロック・シティ兄弟のお父さんが刑務所に入ってその間のお母さんの苦労を綴った歌詞だそうですさすがですラップのこういう本当にメッセージ性の強い楽曲ってハナは結構大好きなんですけどこの曲も運転中のカーラジオで初めて聴いた時に アダム・レビィーンのあの独特な声にすぐさまお約束のシャザムでゲットした曲ですその後、プロモーションビデオを見て歌詞を知ってメロディーラインとのギャップにも心を奪われたナンバーですこの曲もサンプリングが実は入っていて音楽の世界って自由で楽しいとまたまた思わせてくれたナンバーでした今月は うんなんとなんと木曜日が5回もあるとですボーナス付き嬉しゅうございます11月のリスナープレゼントは今日冒頭でご紹介した「カラスの親指」の文庫本を抽選で1名様にプレゼントいたします 780-fmnaha.co.jp か YouTube の応募フォームをご利用ください 今までも一、えー、名ずつ文庫本をプレゼントさせていただいております。10月のリスナープレゼント、原田マハのマグダラヤのマリアは、浦添市にお住まいの新里さんにプレゼントさせていただきました。今頃読んでくれたかなと思いながら、あれこれ勝手に想像している花です。花の U ライトアップマイライフ、この番組のタイトル。 ここに込められた意味を番組7月に始まりましたが、その時にもご紹介しようと思ってあれこれ考えましたが、長くなりそうだったので、すぐやめちゃった経緯があります。今日はそのことをちょっとお話ししたいと思います。はなの you write up my life？ユーライトアップマイライフユーライトアップマイライフというのは？結構古い曲のタイトルなんですけれども、デイビーブーンという。 女性のボーカリストが歌った歌で「立ちか砲台」は恋するデビーだったと思うんですけれどもこの「YouLightUpMyLife」の you「You」がいろいろ調べると「You」のところは神様にあたるっていう何か解釈もあるようですがあなたが私の人生を照らしてくれる私の行く道を照らしてくれるまるで灯台のような。 そんなイメージかと思うんですけども花にとっての「優雅優が「you、にあたるところが音楽であって本であって映画なんですそれで花の「YouLightUpMyLife」本と音楽と映画がいつも私の人生を私の生活を私の行く道をいつも照らしてくれて今まで来ましたそういう意味の「YouLightUpMyLife」偏った音楽と 本と映画の話しかしないそういう意味のタイトルでございましたこの「YouLightUpMyLife」もすごくシンプルな曲なので今度お送りしたいと思うのですが結構いろんな有名どころがカバーしていますちょっとゴスペル風なアレンジだったりとかちょっとジャズ風な歌い方だったりとか R&B っぽい歌い方だったりとか結構いろんな方が カバーしているのでこのメロディーも一度聴いたらあああの曲かと思う方がきっと多いのではないかと思いますそんな花の番組タイトルに込められた思いを今日初めてご案内してみました今月はなんと本当に5回も木曜日があるので嬉しいのでちょっといつもと違った感じで えー、説明させていただきました。この番組は短期賃貸ドットコムの提供でお送りしています。 11月最初の木曜日今日ご紹介した音楽は BOB で Don't Let MeFall ブルーノ・マーズで TheLazySong ロックシティのロ o c k ウェイフュー f u t u r i n g a d a m e v i n e をお送りしましたご紹介した本は道尾修介さんの「カラスの親指」そして映画も2012年公開の監督は伊藤忠文さん カラスの親指をご紹介しましたこの番組は短期賃貸 .com の提供でお送りしております毎週木曜日朝10時聞いていただけたらいいと嬉しいパーソナリティは花でした See you